今日も一緒に頑張れん。今日はグレイル秋冬服購入品紹介。この間ね、 GU とユニクロでも秋冬服調達したんやけど、グレイルでも爆買いしました。今回買ったやつもさ、全部可愛いんやけど、その中でも特にこれスタイル激漏れするやんっていうアイテムをゲットしてしまったので、早速ご紹介していこうと思います。それではレッツスタートということで、まず1着目はこちらです。透かし編みダブルリボンカーディガン。名前の通り編み目大きめなスケスケなカーディガンなんやけど、この編み目の感じめっちゃ可愛くない？可愛いし、この前のとこがねリボン結びで留める感じになっとって、これもまた可愛らしい。でショート丈やから、あの骨格ウェーブ的にはスタイルモレモレな感じです。で生地はね、そんなに薄っぺらい感じじゃないけど、でも素肌に着ててもね、ごわつきとかもないから、すごくいい感じです。え、なんか最近さ、一気に秋着たくない？あんなに真夏が続いとったのに、一気に気温がグッてなって、この一瞬の秋を取り逃がさんように秋服を着んとね、すぐ冬が来ちゃうから。今このカーディガンチューブトップ着た上に着とんやけど、まだ今の気温だといい感じ。お次2着目はこちら、配色サイドラインリボンスウェットトップス。袖のダブルラインとリボン結びが可愛いスウェットです。もうスウェットってさ、1枚でポッと着れてポッと外に出れるからめっちゃ良くない？楽ちんで大好き早速着てみます。せーの、じゃじゃん。サイドのリボンこんな感じです。スウェットにこのちょっとジャージっぽいラインでアクティブっぽさもあるけど、でもリボン結びがあることで可愛さもプラスされて、カジュアル可愛い感じがすごくいい感じ。生地はね、スウェットにしては薄めの部類だと思うんやけど、透け感は若干かな。白いチューブトップ若干透けてる感じ。でもめちゃめちゃ透けてはないから、そんな目立たないかな。あ、え、めっちゃ白飛びした。めっちゃ晴れてきた外。これさ、カラバリ黒もあってさ、黒も可愛くて迷ったんやけど、今見たら売り切れてる。でこのホワイトも一時在庫切れになったから、欲しいなと思った方はお早めに。3着目はこちら、オフショルダースウェットトップス。これ多分グレイルの大人気トップス。結構さ、このトップス SNS で絶賛されとるの見とって、私も気になったので買ってみました。ここの襟ぐりが結構広くて、普通にこうやっても着れるし、オフショルダーにしても着れるっていう激カワトップスとなっております。こちら一応楽しみ、早速着てみます。せーの、じゃじゃん。こんな感じ。え、かわいい。こりゃバズるわ。今ね、何もせずに普通に着たらこんな感じ。ここ広いからさ、ちょっと抜け感あって、この着方でもめちゃくちゃかわいい。それが結構ポワーンってしてるのもめちゃくちゃ好み。でこれをオフショルにして着てみると、じゃじゃん、こんな感じ。この着方で合ってんのかなちょっとオフショル普段せんか自信がないあ、でもこういう感じでも着れるし、よいしょ、こんな感じで片方の肩を出して着ることもできるみたい。実質スリーウェイ最高やん。でもこの両肩出して着るやつだと、結構ここ伸びとるなって感じがするから、私はやっぱりこのノーマルな感じで着よっかな。やっぱこの着方が一番この襟ぐりの伸びの寿命が長そう。これに関しては空張りが結構あって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10色。最初ピンク買おっかなってなって、でもグレー可愛いからグレーにしようかなと思って、でもオフベージュも可愛くないってことで、最終的にオフベージュを選択しましたお値段もそんな高くないから、色違いで何枚か買うのもめちゃくちゃいいと思う。お次4着目はこちら、チュールドッキングビスチェ。チュールの揺れ感が可愛らしいビスチェです。私ベストとかビスチェ系も大好き。こちらね、グレーの色味が絶妙に可愛らしくて、あとこのフロントのファスナーのデザインも可愛い。ちゃんと開きます。で後ろはね、ゴムになってて、これまた着やすそうということで、早速着てみます。せーの、じゃん、こんな感じ。ここの生地は分厚くないけど、ちょっとしっかりめで、ここのチュールがふわふわって軽いから、春秋、特に秋にぴったりって感じがする。後ろ姿も大変可愛いです。でもこれ商品画像を見るとさ、ビスチェをあのこういうシャツとか着ずにそのまま着とってさ、めっちゃセクシーなことにならん？そしたら、いやこれ着た感じさ、結構こういうとことかこういうとことかちょっとゆとりがあるからさ、そのまま着るとちょっとヤバそうちょっとこういうシャツ重ね着するのが安全かな。続いて5着目はこちら、ケーブル編みビジューリボンニットカーディガン。可愛いニットカーディガンゲット。これね、名前の通りね、ビジューとリボンがめっちゃ可愛いニットとなっておりまして、フロントの両サイドにキラキラのビジューとリボン結びがあります。で全体的にショート丈で、袖にボリュームがある感じ。着てみます。せーの、じゃーん、こんな感じ。めっちゃ可愛い。やっぱボリューミーなニットカーディガンで正義よね。これ色味はピンクで、パッと見ねベージュに見えるんやけど、でもよーく見たらちょっとピンク味もあって、すごい絶妙に可愛いお色味。
でね、これボタンとかはついてないタイプなので本当にもう羽織として着るよ。ほんま可愛い。もうちょっと寒くなったら着れるかなっていう感じやから、ちょっと気温が下がるのが待ち遠しい。お次6着目はこちら、リボンブローチ付きカーディガン×ビスチェニップアンサンブル、カーディガンとビスチェのセットです。これね、私が買ったやつはね全部ソールドアウトになったんやけど、でもさ、これとほんまに一緒やんっていう別の商品ちょっと見つけたよね、この間。あ、これかな。色味の展開が増えたページがありまいた、こっちをちょっと貼っとくね。ってことでね、こちらこんな感じのショート丈のカーディガンとビスチェがセットになったアンサンブルということなんだけれども、ビスチェ思ったよりも短かった。めっちゃ腹出るやつやんなこれ。まあまあまあ、上羽織って着れば問題ないかな。カーディガンは半透明のスナップボタンがついてるから、これで隠せば大丈夫きっと。ってことで着てみます。せーの、じゃん、こんな感じです。かわいいかわいいけど、ちょっと着こなし難しい。この中のビスチェがね、めちゃんこに短くて、普通に着てたら腹見える感じやね。でカーディガンの丈もビスチェと同じぐらいかな、かなりショート丈。これ着方ちょっと調節せんと難しい、だがめっちゃ可愛い。でボタンを閉めてみると、めちゃくちゃシンプル、よくあるニットカーディガンショート丈って感じ。このリボンブローチがついてくるので、よいしょ、あー可愛いね。キラキラのブローチがついたら一気に華やかになった。だからデザインもそうやけど、これ何より色味がめちゃくちゃ好き。ブルーグレーで、本当にもうブルーとグレーの間な感じ、と個人的に大好き。腹が見える。ということで、お次はちょっとおまけなんじゃけど、じゃじゃん、こちらシアーリボンショート丈シャツ。これね、グレーのシアーシャツで、夏頃にね動画外で買ったんやけど、めちゃくちゃ良くて、ちょっとあまりにも良かったからちょっと紹介しようと思って。まずこの襟先のとこにリボンがついとって可愛い。そして両袖カフスのところにもリボンがついとって可愛い。でも全体的に見たらめちゃくちゃシンプル。これがほんまにさりげなく可愛くて、着こなしやすくてとっても可愛いです。着てみます。せーの、じゃん、こんな感じです。ほんとめっちゃ可愛くないこれ。いや、私結構今年になってシアーシャツの魅力に気づいたんやけど、なんだろう、透明感があって可愛いよね。透明感というか透け感なのか、締めてきても可愛いし、羽織ってきても可愛いし。これマジでおすすめすぎるんやけど、今見たらソールドアウトになっていた。ちょっと前まではまだ在庫あったのに。でもさっきのニットアンサンブル同様、また似た商品が出てくる可能性も高いと思うから、こういうシャツおすすめだよということをお伝えしておきます。ということで、お次の商品はこちら、フロントスリットフリンジナロースカート。このスカートはね、見えるかな、このランダムなフリンジの切り替えが可愛いのと、このウエストから膝あたりまではファスナーになっとって、このファスナーをジャーって下まで下げると、あのパッカンって全部開きます。今したら大変なことになるからしないどくね。で後ろウエストにゴムが入っとるのと、あとちょっとしたポケットがある。そしてお次の商品、このスカートに合うものがありまして、それがこちら、厚底メッシュベルトスニーカー。めちゃめちゃ厚底の靴です。やっぱ厚底って可愛いよね。身長も盛れるし、スタイルも盛れるし、なんか足もいい感じに見えるし。こちらこんな感じのスニーカーとなっております。ぐるりと一周。この上の部分はストラップになっとって、ここで開けれる感じかな。よいしょ、こうやって見たらパンプスみたい。でここがぐるりと一周メッシュになっているので、通気性はあるのでしょうか。ちょっと履いてみないとわからないんだけど、履いてみます。よいしょ、こんな感じです。いや、見せ方下手くそすぎて自分でもびっくりした。こんな感じ見えるかな、全力厚底感。でこのスカートにもさ、めちゃくちゃ合うくない。さっきより漏れてる気がする。厚底の部分もしっかり広さがあるから、ちょっと外に重心かけたとしても、うわーってこけそうなことはないかな。で私これ24センチ買ったんやけど、24.5 ぐらい買っとけばよかったかなと思った。足24センチなんやけど、ちょっとぴったりすぎるかなみたいな。まあ、でも履いていくうちにちょっと伸びることを願う。でもスタイルも出て、足元めちゃくちゃ可愛くなるから、これ激おすすめ。ということで、購入品お次でラストはこちらです。じゃーん、カーブラインデニムパンツ。購入品のオートリアパンツ。本当に最近私デニムパンツにハマっとって、グレールでも良さげなのがあったから買ってみたんやけど、マジで良くて、本当に。いや、これ届いてから一回試着したんよ。あの下半身ゴツ民族大優勝。デニムの形的には今流行ってる感じの、あのこういう外に広がったタイプのカーブのパンツ。ちょっと前にね、私 GU でも同じようなねパンツ買ったんやけど、まさにそんな感じ。この内膝あたりにダーツが入ってるデザインね。あ、でグレールは前側にも裾からダーツ入ってるわ。
結構立体的なデザインやね。なんとこのデニムね、あの後ろにもゴムが入っておりまして、これがねウエストにフィットしてめちゃくちゃいい感じなん、いい感じなん。ということで着てみます。せーの、じゃーん、こんな感じ。これ今まで買ってきたパンツで一番いいんだけど、あの骨格ウェーブあるあるで、あのウエストはちょっと緩いけどでも尻はぴったりみたいなことがあのパンツでよくあるんやけど、これはお尻もウエストもめっちゃぴったり。この後ろウエストのゴムがめっちゃいい働きしとってマジでぴったりなので、このいい感じのワイド感、元の足のラインを隠してくれていい感じ。私 156cm M サイズでやっぱちょっと裾は長いんやけど、そこでこの厚底スニーカー、これがほんと相性めっちゃ良くて、じゃーん、めっちゃ可愛くない？可愛さ伝われ。ちなみに一番最初に紹介したこのスカシアミカーディガンもショート丈でめっちゃこのパンツと相性良くて、このカーディガンとパンツと厚底を合わせるとめっちゃスタイルアップして着れる。カーディガン何も見えてない。こんな感じかどうかな、めちゃくちゃいい感じでは。ぐるっと、え、マジでこのパンツ大成功。黒いデニムも初挑戦やったんやけどめちゃくちゃいい感じやね。ちょっと大人っぽく着れるというか。でも本当私みたいに下半身でかくてパンツ履くとなんか漏れないんだよなって方もこのパンツだときっと漏れると思うので、3色のうち1色は売り切れとんやけど、私が買ったブラックはまだあるので、ぜひぜひお揃いにしてスタイルをモリモリに盛りましょう。はい、ということで本日はグレールの秋冬服購入品をご紹介いたしました。でもめっちゃ可愛くて大満足すぎる。今回の個人的 MVP はこのパンツと、あと厚底スニーカーと、あとこのカーディガンもかな。ちょっと MVP が3つもあるっていう異常事態なんやけど、それほど可愛いアイテムが多かったということで、みんなもね気に入った服があったらぜひぜひお揃いしましょう。そして秋冬を一緒に楽しみましょう。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に SNS のリンクも貼ってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れ、ありがとうございました。